エリック・シンガーは、アメリカ合衆国をハイし州クリーブランド出身の、ロックミュージシャン、ドラマー、HR、HM の分野で幅広く活躍。非常に多くのミュージシャンと仕事をしているが、特にキッスでの活動で有名。素顔のエリック・キッスでのプレイ1984年に、リタ・フォードのバックバンドの一員として、プロドラマーとしてのキャリアを開始。 1985年から1987年にかけてブラックサバスで活動、セブンススターとエターナルアイドルの2枚のアルバムに参加した。1987年にはブラックサバスで共に仕事をしていたボブ・デイズリーの紹介によりゲイリー・ムーア・バンドに参加。1988年、レイ・ギランやジェイク・イリーラとバッド・ランズを結成するが、アルバム1枚で脱退のソロツアー参加のため、 その後、アリス・クーパーのサポートを務める。1991年に、病死したエリック・カーの後任として、キスに加入。リベンジと、ライブ版、アライブ3、停電、キス・アンプラグド、カーニバル・オブ・ソウルズに参加した。1996年、キスがメイクを復活させ、デビュー当時のラインナップに戻ったのに伴い、キスを脱退。リベンジに続く、 スタジオアルバムとなる予定だったカーニバル・オブ・ソウルズは一度は発売中止となったが海賊版対策のため1997年にようやく発表された。1998年、キッス時代の名優ブルース・キューリックや元とリー・クルーのジョン・コラビラと共にエリック・シンガープロジェクトを立ち上げる同年ブライアン・メイのツアーにコージー・パウエルの代役として参加。 その後は、ギルビー・クラークや、アリス・クーパーなどと共演。2001年、キッスのオリジナルドラマピーター・クリスの脱退に伴い、ピーターのメイクをして再度キッスに復帰。2003年、ピーター・クリスのキッス復帰に伴い、再度キッスを脱退する。2004年、キッスからピーター3度目の脱退により、キッスに3度目の加入。それ以降は再びキッスの固定メンバーとなる。2005年、 ブルース・キューリックのバンドであるユニオンのサポートメンバーとして来日した2015年キスス名義で東京ドーム公演に出演アリス・クーパーバンドでのプレイ最初のキッス加入時はバンド自体がノーメイク時代であったために素顔だったが復帰後はメイクバンドに戻っていたのでメイクを施すようになるなおメイクはオリジナルメンバーのピーター・クリスと同じキャットマン模様である また2000年以降、キッスがツアーしていない時期は、キッスメンバーでありながら、それ以前から参加していたアリス・クーパーのバンドや、自身のエリック・シンガープロジェクトなど、外部の仕事もこなしている、大の腕時計コレクターであり、高級時計会のアカデミー賞、GPHG の審査員として招かれている、エリック・シンガープロジェクト、ありがとうございます。